回は科学実験シリーズの自分で作るバウンドボールを作っていきたいと思います。パチパチパチ、ちょっと楽しみながら作っていきたいと思います。この粉4種類と型が入ってました。めっちゃ蛍光色が強くて目立ちそうな色。じゃあまずこの型を組み合わせていきたいと思います。ああ、こういうことか。なるほどなるほど。ちゃんと隙間が、水が中に入るように隙間ができるようになってるので、これで大丈夫そうです。この中にさっきのこの砂を入れていきたいと思います。これ粉入れたら下からで、この隙間から粉出てきてもいいのかな。どういうこと。いや、そうなるよね。え、どういうこと。え、どういうこと。でもさっきよりだいぶそこの隙間は埋まったかな。これでいけるかな。あ、埋まりました。そこちゃんと埋まった、よかった。そういうことか。さっきは全然はまってなかったんですね。だからこの辺とか隙間だらけで。じゃあちゃんと型ができたので砂を入れていきたいと思います。ちょっと切り口がちっちゃすぎた。全然粉が出てこない。黄色に戻ってシマシマ模様をつけていきます。ちょっとよし、いいでしょう。これを水の入った容器に沈めていきます。ギリギリ上まで浸からない。よし、じゃあ沈んだのでこっから3分間待ちます。タイマーを3分でいきます。よいしょ。3分経ちました。よし、出します。取り出したらまた10分ほど置いておくそうです。じゃあ型を外してみましょうか。怖いな。なんかすんごい嫌な音鳴ってるけど大丈夫かな。あ、取れた。え、これこっち側出て取ればいいの。めっちゃネチャネチャするけど取れないよ。見た目は楽しいんですけど、もう片方の型が取れません。あ、もう片方の型。ふっ。あ、取れた。あ、取れた。取れました。できた。あ、すごい、なんか木星？なんか宇宙にある惑星みたいになりました。あ、すごい綺麗ですね。跳ね具合はまあまあか。さっきの
粉がなんでこんなボールになったのかっていうと、この粉の正体がポリビニルアルコール樹脂っていうプラスチックの一種なんだそうです。ポリビニルアルコール樹脂はビニールアルコールってい う, こうちっちゃいちっちゃい分子がいっぱいつながって長い分子になったものだそうで、水分を含んだらこう分子同士がくっつき合ってゲルっていうゼリー状になるんですって。だから紙おむつにも使われてるそうなんです。だからまあ紙おむつですかねこれはそれはまた別か。ちょっと机の上じゃなくて他のところで跳ねさせてみましょう。